ピーポ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 なあ、ありがとうございます。Kembali lagi bersama saya, Afif Kulo Jawa. Nah, untuk kali ini aku sama teman-temanku lagi, sama orang Jepang lagi. Nah, di sini mungkin kalian sudah tahu di sebelumnya, di videoku yang sebelumnya sudah ada mereka ya. Sudah ada mereka berdua, Juni-san atau Miyuki-san. Jadi, tema kali ini aku akan bahas sama mereka itu, kenapa sih orang Jepang itu tanpa menikah itu bisa tinggal bareng serumah. Ini tema yang menarik, jangan dilewati satu menit pun.Jangan lupa like, subscribe juga, share juga ke teman-teman kalian, oke? Okay? Aku akan mulai ke mereka. Nanti Instagramnya bisa di akhir video ini ya. Nanti bisa di follow, oke? Okay? Follow sebanyak-banyaknya. Follow me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 . Oke. Okay. 今回のテーマは、日本には男の子と女の人が、一緒に住むのができるよね。できます。ダメなんですっけ、インドネシア。インドネシアはダメですよね。結婚する人だけだっけ？そう、結婚してからじゃないとダメ？する前はダメ？する前はダメ。する前もダメだ。ダメ。もう結婚するって決めててもダメだよ。結婚したら大丈夫。結婚届け出したら、結婚本当に結婚したら OK。OK。例えば今付き合って恋人になったら一緒に住むのがダメ。なんで？まあ、インドネシアには宗教的と文化的は違うからね。そうだよね。そう、インドネシアはイスラム教だ、大体、まあ、一番多いのがイスラム教だから、そうですね、男の人と女の人が一緒に住むのが大事、結婚する前に。結婚してから別にいい。なあ、ですね、akan menarik temanya nih。日本には大人何歳からですか？大人っていうのは何歳ぐらいから？そうそう、何歳？18歳卒業したら？18歳卒業したら？高校生は？高校生は18歳で卒業で、で、まあでも二十歳がみんな成人だから、でお酒も飲める、タバコも OK、 いろいろと OK だから、まあ二十歳以上になるとみんな大体自由かもしれない。じゃあそういうことは20歳から、あと18歳以上になると夜の10時以降歩いても OK だから、警察に補導されない。あ、そうか、大丈夫か。18歳からはね。でも何歳だったのは20歳から。20歳からですね。20歳になったらもう成人式に終わってから、お酒とか、タバコを吸えるとかね。で、日本人は結婚する年齢は何歳ぐらい？今遅くなってるから、ね、20代後半とか30、でも30前半も普通にない。でも男性と女性は違うよね、結婚する年齢。まあ、女性の方がちょっと早いのかな。25歳。でも、いや、もっと遅い、28とかじゃない？今は。男性は30歳。男性も同じぐらいか、まあもうちょっと遅いか。きっとだ。さっき、メマ日本遅くなってるよね。そう、だんだん遅れた。でも、結婚したくない人が多いよね。多い。私もそうだし、私の友達、親友もみんなそう。そうか、そう。で、結婚したくない？いや、いつかはしたいです。あ、したい。いつか。ジュリは？ジュリも。いつかしたい。でもなんかそんなにいつかっていうものだから。例えば何歳ぐらい結婚したい？思わない。それは結婚したいだけ。したいだけ。まあ30歳ぐらいまでに結婚できたらいいなって思ってます。私は。だからできれば27、8、9のどれかね。なんで？やっぱ子供が欲しいから。なんか家族な。でも日本人は結婚スティールが少ないじゃないですか。少ない、少ない。独身の方が多いじゃない。そ
それはなんで独身の方がいいと思ってる。世界的にみんな日本の女性最近自立してる、うん、みんな職みんな昔よりも自立、女性の自立が進んでるから、みんな多分自分で一人でも生きていけるだけのお金を稼げるようになってるっていうのも理由の一つかもしれない。結婚してから面倒くさくなるということ。それもあると、うん、どっちもかな。多分一人でも生きていけるっていう、お金みんな稼いで仕事してるから、そこまで結婚しないと生きていけないっていう概念がないの。昔の人は多分結婚して旦那さんに養ってもらうっていうのが普通だったけど、今は変わり始めて、結婚してもみんな働き続ける人が多いですね。だからまあ一人で生きていけるし、うん、なんかそれでお金なかったら家族作らないみたいなんだけど、でも別にそんなそれをなんていうんだろう、あんまり面倒くさいとかっていうふうに思ってる人がやっぱり自分のお金だけで生活できるんだったら、うん、そっちを選ぶ、うん、何に自分 あの時間も、うん、少なくなるよね。そう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 、それもあるね。じゃあ父パンと memang yang menikah itu sedikit tapi mereka ini pengen nikah juga、 結婚したいよね。まあいつかね、誰か結婚したい、したいしたい、いつか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 おいで。nah nanti kalau yang pengen nikah bisa follow Instagramnya nih. bisa tanya-tanya kali aja. Japan. 待ってますよ。待ってますかって。日本人も結婚してから、うん、あの子供が持っている人が多い。人それぞれだね。そうだね。分かれる。子供が欲しくない人もいる。結婚してから、うん。やっぱ働いてる人が多いかもしれない。働いてる人はやっぱ仕事。でも子供がなかったら何のために結婚するんですか。別になんか結婚っていうものに縛られてないから、たまたま好きだったから、まあ、結婚するっていう人が多いかも。そうですね。でも日本人が結婚しなくても一緒に住めるし、うんうん、だから結婚しない人も今だからそれも多いかも。別に子供も欲しくないしあれだから、結婚もうずっと長くいるけど結婚っていうのはしないっていう人もいる。今日本人にあの結婚したいしていない人は一緒に暮らすのが多いじゃないですか。例えばあのジュリーさんと誰か、あの恋人とか一緒に住んでる今、例えばね、住んでる親は大丈夫。大丈夫。両親。そう、両親は大丈夫。まあ、でも一応親にもやっぱ認めてもらってる人じゃないとあれかもしれない。やっぱある程度こう付き合いしてずっと一緒にいて。で親もなんかその人のことをなんとなく知ってて、うん、いい人っていうことが分かってもらえてたら、多分そういう了承してもらえる。大丈夫。やっぱ知らないで勝手にはちょっと NG。だからそういう意味はそうだよね。親も認めた人。そうですね。まあ、たまに言わないで勝手にしてる人もいる。うん、あんま良くない。あんまり良くない。あ、うちも良くないかそれ。でも私たちの周りの友達、22歳の友達でも周りで。一緒に恋人と暮らしてるって人は誰もいないよね。gitu ya cah ya. jadi memang di Jepang itu nggak yang nggak dikenal ya memang nggak ini. 知らない人は一緒に住めないよね。住めたくない。二人だったら住めない。なんかそれこそシェアハウスとかで、なんかあの旅行とか。そうそうそう。だったら大丈夫。私も。でも例えば恋人相手に一緒に住んでいたら、まあ普通のあの。夫婦みたいな生活をやってるよね。まあまあまあ、そうそうそう。一緒にご飯食べるとか、はい、ご飯食べる、一緒に寝るし、あ、友達で一人いたわ。やっぱいた。でも全然なんだろう、その男性がやっぱ家賃とか払ってるところに、払ってくれるんだ。そう、男性が払ってて、そこに一緒に、なんて言うんだろう、居候っていうか、住ませてもらうっていう人はいる。でもそれはお互い付き合ってる、うん、もちろんもちろん長く付き合う。でもやっぱり結果的にずっと一緒になんかいると疲れちゃうから、その子は最終的に一人で暮らしてた。じゃあ例えば結婚 していない時は一緒に暮らして、うん、妊娠、ああだからそれはやっぱないようにしてるみんな。例えば防止場合は結婚してる人もいるよね。妊娠しちゃったら結婚してる人いたよね。それができちゃった結婚、うん、そう、できちゃった結婚っていう名前があります。でき婚っていう、もう妊娠しちゃったから結婚。そうなんだ。そういえば妊娠して結婚しない、まあ、なくない。それだったら多分みんなもうやめる、中絶とか、あんまり
え、それは高い日本語。高いと思う。高い。でも大丈夫ですね、日本語は。あ、やっても。え、ダメなんですか、インドネシア。そう、あれなんです。そう。殺せない。うん。そう、それは同じぐらい。殺し。ということですね。なんかやっぱり、その結婚する前に同棲をするっていうのも、うん、なんか、例えば結婚した後に同棲してうまくいかなかったりした時にもう取り返しつかないから、うん、だからみんなしないかもしれない。その前にやっておいて、そこでこうフィーリングが合わなかったりしたらまだ別れれるから、うん、その同棲をする。確かにそれはあるかも。そうそう、そういう意味でもね、確かにわかる。結婚したらだってもう離婚しなきゃいけないけど、同棲があることによって、あ、やっぱ合わないからこの人とは結婚しないっていうのがわかる。だいたい何年ぐらい、え、ずっと住めないよね。え、ずっと住めるよ。え、いやいや、うん、結婚しない人はずっと住む。あ、え、住む人は住む。どうせ、うん、付き合って。あ、でももう結婚しないってなったら別れる。もうそのままもう一緒に住むのやめちゃう。もう出てる。いろんな人がいるから。そう、いろんな人がいる。そうは言えないけど。そう。そうか。本当にいらない人がいる、ね。でもちょっとでもやっぱそういう意味、恋愛とかそういうことに関してはウエスタン、ヨーロッパとかアメリカみたいな考えをしてる人が多いかもしれないですね。割とダメだったら別れる、もう別々にする。え、子供はどうですか。子供は例えば別れたら、うん、子供が頑張りそうじゃない。あ、でもだからみんなそんな、なんだろう、簡単に妊娠しないようにしてる。しないよね、ちゃんと。この辺はね、しっかり。だから今日本は子供が少ないよね。少ない。どうじゃ、じゃあ一番いいと思います。それはお金の問題じゃないですか。それもある、ね、金もあると思うし、自分が育てられる余裕がないと。だからなんか余裕がないのに子供を作るよりかは、それは作らない方がいいんじゃないかな、うん、それでなんか施設とかに預けちゃったりとかしたら、そうか、それは最悪だし、とかよく今多いんですよ、子供を捨てちゃう人。え、捨てちゃう。この間もニュースで、あの、同い年の1個上かな、23歳の人が子供を置いたまま1週間、1歳の子供を置いたまま旅行行って、そのまま子供が死んじゃった、育てないで。その人もシングルマザーだった。なるぐらいだったら子供を作らないで。そういうのも結構今問題になってるかもしれない。そうですね、子供を育てられない親で、それはもう大人ですね、うん、例えばあの、十何歳若い人、学生、高校生とか中学生、遠い人が遠い、あの、学校と家は遠い、例えばあの家は横浜とか、うん、学校は東京で、それはあの行き帰ればいけないよね。例えば寮みんな寮にそう住んでる。そうそう、寮に住んでて一緒に住むのが大丈夫。いや、さすがにそれはなくない、うん、高校生とか。高校生で男女、うん、あんまり聞いたことないかもない、ね、多分あったとしても男子の寮と女子の寮で分かる。別別か。高校生まではそういうなんか男女が結構分けられて、うん、みんなさすがに一緒に住んでる。寮はあの学校から、学校のやつがあったりするはず。学校の寮、そうです、人とかは借りる。借りないだし、それもスポーツとかで本当に仕方なく行く人ならあるけれども、私みたいな普通の人たちはネタにない、うん、もう近くのローカルエリアのハイスクールに行きます。インドネシアは結構あるんですよ。わざわざ遠い、一緒にじゃなくて、そう、うん、もともとは遠いから、うん、例えば私が、まあ、横浜に住んでて、あの学校は東京に行ってから次回あのアパートみたいな、うん、ホテルじゃなくて、なんだっけ、アパートメント、そう、アパートメントみたいな、あの建物が、うん、それを借りて1ヶ月何くらいぐらい一人暮らしで、例えばあの友達が女性とか遊びに来ても大丈夫、うん、それはあんまないかも。だから寮だとそういうスポーツで行った人は本当にもうその学校の人だけ、うん、男性だけだから友達連れ、多分連れ、ダメ、もうなんか先輩とかも見てるから、上の人がいるから厳しい。でもそれは18、高校生まで。多分大学入ったら割と結構自由、ね、いやでも私友達でダメダメ、それでも大学行ってても大学生でも友達連れてきてダメっていう人、だから寮の方が厳しいかもしれない。な、じゃあ次行くとやったきや、
di Jepang itu kalau ini tuh apa tinggal bareng itu kalau udah masih SMA itu nggak boleh itu ya damai. ティダ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 
share untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu ya. Bye bye. Bye bye.